ニュースをお伝えします。偉大な金正恩同志の朝鮮労働党総書記推挙21周年、朝鮮労働党創立73周年に際して、偉大な金正恩主席の普及の著作、朝鮮労働党第6回大会で行った中央委員会の活動報告より、3、祖国の自主的平和統一を実現しようと敬愛する最高指導者金正恩委員長の普及の著作、人民大衆への密使奉仕は朝鮮労働党の存在方式であり、不滅の力の源であるが、第一の朝鮮文化研究会のホームページになりました。偉大な金正恩同志の朝鮮労働党総書記推挙21周年と朝鮮労働党創立73周年に際して、ドイツとイギリス、ネパール、パキスタンで討論会が行われました。各界名士のほか、市民多数が参加した討論会で発言した人たちは、朝鮮労働党の創立と発展に尽くして成した偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の不滅の業績を称え、敬愛する最高指導者金正恩委員長の正しい導きのもと、朝鮮労働党は常に勝利するだろうと述べました。ネパールでの討論会では、金正恩委員長に送る祝電が採択されました。シリアの報道機関が朝鮮労働党創立73周年の特番、朝鮮労働党の73年の戦いの歴史などと題して特集を組みました。中央テレビは、偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記、敬愛する最高指導者金正恩委員長の写真とともに、百戦百勝の朝鮮労働党の導きのもと、朝鮮人民が社会主義建設で収めた誇らしい成果を紹介しました。新聞アルバースは、朝鮮労働党を社会主義業、自信業で勝利だけを収める不抜の党に発展させた金正恩総書記の業績を称える記事を載せました。国営シリアアラブ通信は、金正恩委員長は朝鮮労働党を思想の力、団結の力で前進する強い前衛部隊に発展させているとし、金正恩委員長の導きのもと、人民の絶大な支持と信頼を受け、社会主義運営を力強く導いている朝鮮労働党は勝利と栄光一路をたどるだろうと伝えました。新聞アンヌル中央ラジオも、朝鮮労働党の栄えある70年の歴史を称える特別ニュースを出しました。21日、日本金日成金正恩主義研究沖縄連絡会の新里正武事務次長を率いる、つてで結ぶ日朝友好代表団など訪朝客が、クムスサン太陽宮殿を訪れ、偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記に敬意を表しました。朝鮮の経済各部門で成果が収められています。楽音機械連合企業所、テアン重機連合企業所、安住絶縁物工場など、機械工業省管轄の10余りの工場、企業で、年間の工業総生産額を繰り上げて達成する成果を挙げました。安全青年第2号発電所では、17日まで10月の電力生産計画を繰り上げて達成し、県門地区炭鉱連合企業所管轄の古言門炭鉱では、昨年同期に比べ2割増の石炭を生産しました。また、孫長岩カバン工場では18日現在、年間の計画を 15% 超過達成しました。共和国各地で秋の国土管理キャンペーンが力強く展開されています。国をより美しく築く一年で奮起した各地の勤労者は、この1ヶ月間、330キロの道路の建設及び技術改造、600キロに及ぶ河川の整理、2万5000棟の住宅及び公共施設の補修を行いました。朝鮮の平安北道に、クソン・チョンリョン山ミネラルウォーター工場が新築されました。クソン市民が建てたこのミネラルウォーター工場は、市民のさらに豊かで文化的な生活条件を作る上で意味があります。生産と生活の各エリアが確立された工場には、
実験分析室、コントロール室、科学技術普及室、衛生チェック室などが揃っています。平壌のテドン川のほとりに建てられた総合的かつ多機能のレジャーランドであるニュース遊泳場で、人民の幸せの笑い声が日増しに高まっています。四季を問わず遊泳が可能で、一切のレジャー施設が揃っているニュース遊泳場を、この5年間、250万人の勤労者と青少年、海外著存人、訪朝客が訪れて楽しいひとときを送りました。朝鮮労働党創立73周年に際して、中国に住む朝鮮人が中国の昆春で、キム・イルソン家・キム・ジョンイル家展示会を行いました。会場には、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記への世界人民の熱い敬語を念こもる太陽の花が、朝鮮労働党のマークを中心に展示されていました。また、昆春市の中国の各企業名義の花かごは展示台の前に置かれていました。オープニングセレモニーに在中国朝鮮人総連合会副議長と昆春市支部長をはじめ中国に住む朝鮮人と新疆駐在朝鮮副総領事と昆春市に滞在中の共和国の人たち、そして中国の関係者が参加しました。偉大な金正日同士の朝鮮労働党総書記推挙21周年と朝鮮労働党創立73周年に際してカンボジアとネパールの人たちが朝鮮大使館を祝賀訪問しました。カンボジアのフン・シン・ピック党副委員長一行とネパール政府元副首相のネパールマルクス・レーニン主義共産党中央委員会書記長、土思想戦軍政治研究ネパール記者協会会長、ネパール戦軍政治支持協会会長、ネパール自力構成研究会会長などネパールの各界の人が、共にいる偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記を描いた美術作品に献花し敬意を表しました。以上でこの時間のニュースを菅総理がお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。金正恩委員長の導きのもとに力を増す朝鮮。世界の進歩的な人々が抜きん出た政治の実力で社会主義強国づくりを正しく導いている敬愛する最高指導者金正恩委員長を高く称えています。今年4月訪朝したロシア連邦共産党モスクワ市委員会のワレリ・ラシキン第一書記は、金正恩委員長はとても賢明な政治を行っている、指導者と人民が一心団結した社会主義朝鮮の前進は誰も阻めないだろうと語りました。ロシアのホームページペクトーの旗印のゲンナジア・スタホフ編集長はこう語りました。Но я могу сказать, что корейскому народу очень повезло с руководителями. У него... 朝鮮人民は指導者に恵まれています。金日成主席と金正恩総書記のような傑出した偉人をいただき、今は金正恩委員長が主席と総書記の異業を受け継いで、自主の原則で国家建設を導いています。по принципам независимости...ネパールのインターネットメディアネパール東デーは次のように書いています。朝鮮は敵対勢力による長年の制裁と封鎖のため、他国なら国家の存続そのものが危ぶまれる状態だが、最高指導者金正恩委員長の導きのもとに国力を増している。至るところに主体化近代化が実現したモデルとなる工場企業が数多く建てられ、人民生活も日増しに向上している。バングラデシュの新聞デイリーフォークは次のように書いています。朝鮮が今国際舞台で自分の主張を通す真のある国、自主の強国として尊厳を轟かしているのは結局指導者のおかげだと言える。世界の報道機関は金正恩委員長を温かい人情味が感じられる人民の政治家、朝鮮の国力を著しく強めている指導者と称えている。金正恩委員長の導きのもとに、もっと力を増して世界に進出する朝鮮の将来が期待される。
世界の声でした。科学技術の先端を突破する、著存の科学者技術者が科学技術を発展させて経済強国を立てるために励んで成果を達成しています。その中にはキメソン総合大学物理学部の凝縮状態物理研究所の科学者たちもいます。人民経済各部門で広く利用されている調光室の研磨及び切削工具を自力で開発する目標を掲げて研究に全身全霊を打ち込んできました。研究所の研究室主任チャーサンジュンさんのお話です。우리연구소의과학자들은내외성이좋고세기와견딜성이높은새로운수준研究所では耐熱性に優れ耐久性も長い新たなプラスチックを取り入れて高性能のプラスチックの結合による超硬質材料の研磨工具を開発するための研究を重ねました。その過程に数値制御工作機械に使われるプラスチックの結合による混合石の研磨砥石の製造に成功しました。これとともに知恵と力を出し合って製品生産に必要な工程確立の土台も築きました。成果におごることなく研究所では国内に豊かな金属の結合による混合石の研磨工具を開発するため自力自強の精神を強く発揮しました。こうして合理的な設備を製作し科学技術上の難問も解決しました。研究所で耐久性の長い金属の結合による混合石の研磨砥石の製造のための技術工程を確立して工業的な方法による製品生産の見通しがつきました。研究所で生産した超硬質材料の工具は高効率、コストダウン、耐久年数の増大というメリットがあります。自力構成で科学技術の先端を突破しようとの研究所の科学者たちの努力によって国の経済発展に役立つ科学技術の成果が引き続き達成されるでしょう。科学技術の先端を突破する、高台してお話ししました。